鉄を含む有機金属化合物フェロセンの構造有機金属化学とは金属と炭素との化学結合を含む化合物である有機金属化合物を研究する学問であり有機金属化学は無機化学と有機化学とが融合した領域である。なお類似の語である合成有機金属の場合はポリアセチレンなど金属を含まないが電解動作体を形成することで 同源性を示す純粋な有機化合物を示し、有機金属化学の範疇外である。有機金属化合物は、有機パラジウム化合物のように頭に、有機マイナスをつけた形で呼ばれる。典型的な有機金属化合物には、クロロアエンエットのような有機アエン化合物、ジメチルドオリチウムのような有機銅化合物、グリニャール主薬ヨウメチルマグネシウムや、 ジエチルマグネシウムのような有機マグネシウム化合物、N? プチルリチウムのような有機リチウム化合物などがある。重要な有機金属化合物として、金属カルボニル、カルベンサクタ体、ペロセンをはじめとするメタロセンが挙げられる。有機金属化学には、ケイソ、ヒ素、ホウ素,素などの半金属の化合物も含まれる。例えば、有機ホウ化合物である、トリエチルボランなどである。また、 つぐらあなった触媒に用いられるアルミニウムのような非金属も含まれる。有機金属化合物はしばしば触媒として実用に強制られ、例としては石油化学製品の製造や有機重合体の製造が挙げられる。また有機合成化学分野においてグリニャール主役、ヒドロウ素化、パラジウム触媒を用いたクロスカップリング反応などは重要な地位を占める。電子や イソローバル則は、有機金属化合物の結合や反応性を理解する、上で重要な理論である。ありがとうございます。